僕を介して、こういうの、こういう写真を提供しました。はい。ナースケ、北海道に行ってることにしろと。うん。西山をとことん詰めるぞと。ね。とことん行こうと。うん。これが、ナースケが北海道行った事件です。うん。ナースケが北海道行った事件です。はい。はい。北海道行こうと思うって言うから、行く必要ないよと。俺が、鍋の住所が11日に割れてるんで、あ、11日は手前に割れてるんで、1月のね、手前に割れてるんで、そこの確認を取りたかったんで、いいよいいよと。まあ、僕がと言いたいんですけど、僕の知人がと言っておきます。はい。ナースケには僕の知人がって言ってあるんでね。だから、この写真使って煽りなさいと。この写真使って煽りなさいっていうことでね、お話ししてます。はい。で、これもね、これも僕が Now で、Now で提供しました。はい。ね。お疲れ様です。Now で提供してます。はい。ね。ここまでよろしいですか？はい。そしてさらに、ゼキシンの思考はエスカレートしてきます。そう、チコに見られるね。うん。はい。エスカレートしてきます。皆さんこれ覚えてます？これ提供した一覧です。提供した一覧ですけど、特にこの鍋の、わかります？これ。鍋の紙とか。はい。この糸で鍋のなんか呪いみたいのを、いろんなそのご当地で、その鍋んちの近くのご当地で、振り回してたとか、ひらひらひらっとさせたり、ここには豆パンとか、うん。現地のね、駅の近くで、はい。はい。これも提供者、はい、ゼキシンでございます。この飛行機の、いかにももう、北海道行くぜみたいな。北海道行くぜっていうのもね、ゼキシンの提供でございます。はい。うん。だって、このひらひら、もうないんですけど、ひらひらの動画は、こんなのゼキシンしかやらないだろう。うん。ゼキシンしかこんなセンスに思いつかないだろう。で、ゼキシンは、X、まあ、Twitter ですね。で、おい、ナースケはセンスあるなと。もう本当笑いました。で、西山はもうビビクリ回ってると。ビビクリ回ってるという形でね、これ全部、ナースケが多分 X で出してると思います。これも、ゼキシンがこれ使って出しなさいと。うん。これは西山やべえだろと。もうビビクリまくってたなと。うん。そんな感じでね、プロデュースをさせていただきました。はい。ね、だから、ナースケさんは、ぶっちゃけ言ってないです。まあ、それをね、大関のあれだと言ってるんですけど、これごめんなさいね。ゼキシンのセンスがいいです。テイクオフめっちゃ笑ったよね。では、ゼキシンもめちゃめちゃ笑わせてもらってましたよ。ゼキシンもめちゃめちゃ笑わせてもらいました。はい。で、実は、ね、この味噌ラーメンとかさ、これ、写真撮るために注文したからね。この地元の味噌ラーメンね。うん。写真撮るために注文したから。さあ、ゼキシンはもうインドネシアに行かなくちゃいけなくなってしまいました。でもまだいじりたい。まだ西山くんをいじりたい。で、ナースケは北海道にいる設定ね。いる設定。さあどうする？ゼキシン頭を絞れ。ゼキシン頭を絞れ。めちゃめちゃ考えました。ゼキシンもう12日、1月12日にインドネシア行っちゃったの。ね。もう強行スケジュールだよ。インドネシアはバリ島に行っちゃったの。でもいじりたい。でもいじりたいんだと。俺はいじりたいんだ。っていう気持ちがもうすごかった。そしてひらめきました。ゼキシンはひらめきました。はい。それがこちらでございます。これはナースケとの LINE のやり取りです。はい。はい。ここに呼び出してくると。ナースケ、ここに呼び出すんだと。これなんだかわかります？これ、ライブカメラって言って、24時間ずっとそこを映してる札幌にいっぱいあるんですよ。いろんなとこにあるの。ここに呼び出してくると。うん。ナースケ、二人で会おうっていうね。ね、ちょっと色恋使ってても何でもいいから会おうと。ね、札幌のライブカメラのとこで、ね、ライブカメラの前に呼び出すと。ナースケ、それがいいと。俺はもうインドネシアにいるから、呼び出してくれと。ね、呼び出してくれっつって。呼び出せと。俺だったら大丈夫だと。呼び出せと。したらもう、いろんなとこあったんだけど、西山んちのなるべく近いところね、多分車で10分ぐらいのとこにあったのよ。このね、中央区南一条通り東4のね、交差点。で、呼び出せと。ね、多分、昨日の西山の雰囲気だと、ご自慢の兵隊の同型連れてくると思いますよと。でも、あいつ、私が北海道にいると信じてるので、受けました。ね。はい。ファミマの看板があるんですよ、ここに。ここに、ファミマの看板があるの。ここに呼び出してと。これ24時間見れるんですかと。うん、見れると。ファミマの看板で、ホテル近い。車止めてね、ホテル近い24時間やってると。で、遠近操作でファミマの看板前に立たせようと。
これすごくない？ファミマの看板前に立たせるんだっつって。これ、ファミマの看板前に立たせようと。ね、これ。ね。これ。わかる？これ。ファミマの看板に立たせようと。これ、これ、ここに呼び出してくると。で、住所もあるから。もうこの交差点だと。で、それがどういうところかというと、こういうところです。ここに立たせようと。ファミリー、ね、ここどこだと思う？ここどこだと思うっていうのをやらしたくて。そう。このファミマの看板の下にポツンと立たせようと。それをライブカメラでみんなで見れるんだよ、これ。で、録画もできんの。これしかねえと。全身考えたわけですよ。これしかねえと。俺ピンチだと思ってない。ごめんね。うん。めちゃめちゃ笑ったから、もう、もうこれはね、ね、さすがにね、あの、ナースキーさんも言ってますよ。大関さん天才ですって。当たり前でしょ。もうめちゃめちゃ頭絞ったから。めちゃめちゃ頭振り絞りました。ファミマの看板に立たせようと。で、ここでと。目の前にクリーニング屋で待ち合わせ。目の前にね、ここにね、ここクリーニング屋なの。ここクリーニング屋だから、ここに待たして、ね。待たして、ね。ファミマの看板で待たせようと。うん。したら、いいですね。このクリーニング屋の住所は、ね。ね。ね、はい、住所。札幌、何々ってここね。呼び出しますって。札幌市中央区南一条通り東四丁目通り交差点って、ファミマに車止めるからとファミマの看板の下で払いたい、もう考えるだけで払いたくもう笑っちゃって、もう大爆笑ですよ。もうこれだけでも俺はもう想像しただけでもう腹かけて笑いました。ファミマの看板の下で豆山がポツンっている、雪の中ポツンっている姿で、で誰もいないんだよ。ナースケもいないし俺もいないんだよ。もうそんな姿最高じゃん、うん、これは完璧だと嬉しい考えまして、うん、うん、ファミリーマートに貢献ね、ライブカメラで、ライブカメラでバリからあの監視と監視して笑うという。したら激アツきました。1月12日大関さん西山呼び出しました。ライブカメラで見える位置です。何時って、これからって、今向かってるみたいです。お、激アツきたみたいな。マサさん、ナイスありがとうございます。ナイスありがとうございます。マサさんありがとう。ね、ね、で今向かってくるみたいです。とりあえずクリーニング屋の前に一旦呼び出してみます。完璧。こちらでも見てみます。ね。クリーニング屋からファミマの看板に歩かせて。ここまでうまくいってたのよ。ここまでうまくいってました。はい。ね。いや、映んないんだよ。映んないんだけど、ね。看板の下で一周回ってとか指示しています。ね。大爆笑。ね。俺が欲出したの。欲出したの。3回回らせてって。あの、この看板の前で、看板のここの鉄柱を3回回らせてって言っちゃったの。3回回らしてって言っちゃったの。うん。ね。3回回らしてって言っちゃったんだよ、俺が。ね、これ。3回回らしてって言っちゃったの。もう、歴史によく書いちゃって。3回回してそう。ワンって痩せればいいんですかって、お願いしますって言っちゃったんだよ、俺がもう。これね。言っちゃったんですよ、歴史。そう。ね。言っちゃったんですよ。ね、あらららら、っていう感じで。はい、で楽しみ。でもこんな時間に呼び出すとは。西山から来いって言ってたの？うん。うん。ほら、西山のこれね。ここ、見てください。こっち来い、一人で会ってやるからって。言ってる西山が。ね。ビビんなよって。来いよ、一人で会ってやるからっつって、結局来なかったんですよ、ビビっちゃって、豆が。うん。ね。で、ナースケも言っちゃったんだね。一応防犯カメラとかしっかりした場所で会いたいから、小さな場所に来てって、これ言わなければよかったのかもしんないけど、まあ来なかったのよ。うん。結局来なかったの。ただこれ来たらもう胸熱だったんで、俺的には。そう。こんなことも俺が仕込んでました。はい。ゼキシンは作詞です。うん。こんなも、こんなことも、ぜひね、はい。楽しんでました。はい。だから、指示したというか、楽しんでましたね、一緒に。うん。指示してたというか、楽しんじゃってました。すいませんね。はい。楽しませてもらいました。決していい人で言ってるわけじゃないんで、はい。もうめちゃめちゃ楽しませてもらっちゃってました。ですから、感謝しかないですよ、本当に。これ笑えない？ここでさ、待ってたら胸熱でしょ？ここの看板の下で待ってたら超胸熱じゃない？もう誰も来ないっていう。
そう。まあまあまあ、そんな感じでやり取りをしてたことを、大関に指示されたということで言われたんで、一応ね、指示してましたよ。はい。ただ誤解のないように言ってます。めっちゃ楽しんでます。うん。そう。これを録画して、みんなに見せたかったの。うん。これを録画してみんなをね、楽しましたかったんですけどね。遊び心満載でしょ、これ。うん。で、あと、なんだっけ？もう一つは、あ、